さあ、ここからがハイライトだ。仮面ライダーって実際に役者が変身して戦ってるんだよな。に対する、ネットの反応をお送りするよ。普通にすごくね。わかる、マジですごいよな。スーツアクターという次元がなかった世界。須田くんと桐山くんなんか実際に半分になってるからな。あの爆発も本当に戦闘の余波で起こってるし危険な撮影だよね。高橋文也さんとか、リアルタイム終わった後しばらく病院に通ってたらしいからな。メタクラの時も悪夢見たとか言ってたよね。高橋文也くん、右腕ボッキボキにされた後超再生してたってマジ？ウルトラマンも、ガチ税制からお呼びして撮影しとるんやで。体が成長して、福くんがやっと変身できるようになったんだよね。M 役の飯島さんなんて、役のためにゲーム病に感染したんだよね。あの M のシーンは実際に消滅する可能性あったらしいね。なのでスタッフとよく相談してたとか。ちょっと待てよ。じゃあミスター平成ライダーなんて呼ばれてる高岩さんは、一体何の役割を担ってるんだ？高岩、さん、そんな人いたっけ？なんか戦闘訓練兼演技指導してるって、どっかで聞いたことある。知らんのか、すべての仮面ライダーの師匠だ。主役がいない時の代役だよ。だから佐野岳に比べると動けていないし、佐藤健のようなブレイクダンスもできないだろう。バイスとかカゲロウとかラブちゃんとかも、リアルに呼び出してるらしいな。一気に役の前田くんとか、記憶失ってからしばらく日常生活に支障きたしたり本当に大変。そんな勘違いしてるとか痛すぎ、痛い、痛い。やめろ、お前まで世界中の笑顔のために死ぬな。男犬飼いの本気度よ。ハザード使った当日に廃人の役作りのために徹夜モンハンしてんだぞ。ほんとすごいよな。外務はヘルヘイムの森で撮影してたら、かなりの数のスタッフがヘルヘイムの実を食べようとして、止めるの大変だったらしい。実際食べてしまった人も何人かいるとか、ゲゲルとか荒れがちで死んでるんだよな。エボル役のブラッド星人は、撮影中つい本当に地球を消滅させそうになったんだってさ。撮影で死んでもタイムベントがあるから大丈夫。そういやタイムベントはもともと撮影用の力で、それを勇気の撮影にも有用してるんだったか。カイザギアの不適合者役の人らも本当に廃化したんだよね。この世界線の CSM は普通に変身機能がついている。キーツはオーディションの中から実際に転生してる人を見つけたんだっけ。奇跡のような巡り合わせだよな。倫理観キーツ未来人かな。ギーツ撮影できるようになったのは、未来人の技術提供があったからだしね。未来人とは電王撮影あたりから東映とコネはあった。勇気はミラーモンスターを飼いならすのが難しかったらしいな。しかも育てるのはスタッフじゃなくて俳優だったとか。ファイナルホームライドってどうすればできるの？井上さん曰く、まあディケイドだしとのこと。ドーパントに変身する役者さんなんて、メモリブレイク後、実中ハック病院送りらしいね。でもしばらく入院するのはまだマシな方、マスカレード役の人たちは爆散しちゃうらしいし。高い技術力で役者や撮影場所を漫画か、小説か、アニメか、ゲーム化しているのだ。ウルトラマンの戦闘撮影のために街一つ作ったって聞いた時は、つぶらやは予算潤沢だなって思った。ウルトラマンサーガの撮影なんて、街どころか地球一つ使ってまでハイパーゼットン育てたらしいからね。ほんとすごい。じゃあトリガーは、実際に3000万年前に行ってトリガーたちをキャスティングしてきたのか？そうだ。神崎兄弟がミラーモンスターをデザインしていたことが劇中で明かされるまで、ミラーモンスターのデザイン担当者はクレジットされていなかった。1号が撮影で怪我したから放送に穴開きそうになった。だから急遽ハヤトを改造して2号にした。藤岡弘、仮面ライダー何もかも恐怖だった。 CG もなく全部生身、二輪怖いとか。初代仮面ライダーの藤岡弘はアクションシーンが一番大変で何もかもが恐怖だったらしい。視界が悪くて遠近感がわからない、二輪で走るとスピードが出て怖い、アクションシーンは命がけだった。当時は CG もなかったですから、全部生身で。CG なんかなかったんだから、あれが当たり前のことだったんじゃね。アホみたいなことしてたもの、動いてるロープウェイの屋根で命綱なしでアクションしたりとか。ショッカーの基地は、公衆トイレを代用したところもあり、
それは気づきたくないものだなぁ。なんかショッカー哀れ。火薬多いわ。今じゃアウトだろうな。V3 は火薬の量が半端なかった。映画の四国ロケで、火薬使いすぎて島の形が変わったのでしょう？それもすごいが、テレビ版のウォーターガンとどの海洋生物を爆破で吹っ飛ばして漁業組合から苦情が来たこともある。だって火薬担当は西部警察と同じ人。西部警察よりすごいよね。もうほんとみんな死んだんじゃないかぐらいすごいから。劇場版 V3 は爆発多すぎて全然見えねえ。特撮で変身せず、生身のまま戦うアクションシーンあるじゃん。戦隊はもうこれがあるから、生身アクション前提のキャスティングになってるよね。まかり間違って、ライダーの強者みたいな人採用されたらどうなるんだろう。仮面ライダーって生身アクション重視されないよね。変身アイテム売るのが目的だし、坂本監督の時はめちゃくちゃ入れてくる印象。外務は生身の方が強いとか言われてたけど、あや例外だしな。昔ガキの頃、家で親父と昭和ライダー見てたら、普段こんな強いなら別に変身しなくていいじゃん、どうせ改造人間なんだからと抜かす父に、変身しなくちゃライダーキックできねえんだい、と反論しつつ、心ではそりゃそうだよなと父の意見に納得する私でした。うちはとっとと変身して倒しちまえば話が早いじゃんだった。あんまり長いと早く変身しろとなる、アクション頑張ってるライダーもあるけど、おもちゃ強化フォームのノルマが多少より厳しいから。ライダーはスーツがゴテゴテしがちだから動けてないよね。それでもすごいけど、ぶっちゃけ子供も生身アクションより、変身後のヒーローのアクションの方が見たいんじゃないの。ジオーとゼロワンの映画で、モブ人間とエイムズ組の生身戦闘やたら長く映してるから、この二人は変身できないのかなと思ってたら普通にベルト取り出してずっこけた。本命の 001VS1 型がかっこよかったからいいけどさ、終盤で残りのエネルギー云々言ってたから、なるべく変身せずに温存しておきたかったことは想像に難くないけど、でもやっぱり変身できるならしてほしいよ。怪我のリスクもあるから、動けようが動けまいが基本的に俳優本人にはあんまやりたくないってのもあるんじゃないか。歴代で最も盾が上手い俳優って誰が上がるんだろう？そやチャンバラなら藤岡博史とか真田広之とか東千代介とか、高いところとか火薬多めなところとかでやるなら宮内博史。生身であんまり抵抗されると怪人かわいそうになるよね。変身時間制限とかデメリットとか、極力変身しない理由がある方が変身により見せ場感が増すような気がする。生身多かったのはメテオくらいかな。再放送やってるからたまに見てるけど、初代仮面ライダーの盾って結構雑いというか荒いよね。それでも画期的だったのは理解できるけどね。効果音とか、バキ、ヒュルルーンやたら派手だし、ウルトラマン以前のヒーローとか殴っても音すらしない歌舞伎の盾だもん。初代ライダーの戦闘シーンはあれはあれで味があって好き。近場だと豪快シルバーが生身すごかった印象。でも最近の戦隊の役者はみんな頑張ってて偉いと思う。コウタさんはよくすごいって言われるけど、同じ外務だと変身前のキャラと変身後の数悪どっちも担当してるのがいるという。映画はテレビ本編の尺の都合でできない分、生身での盾をふんだんに入れてるイメージ。新鮮でいいけど、ドクターパックマンで見た目的には喧嘩慣れしてそうな海洋医と監察医はともかく、そういうイメージがない。虚無と外科医も生身で抵抗できてたのはうん？ってなった。変身シーケンスの途中に相手の攻撃をいなしながら、安全に変身できるタイミングを伺うのとかめっちゃ好き。相手の攻撃を利用して変身するのやばい好きすぎる。オーズ編ではガマ王がウォッチセットしてから、ゲイツの蹴りでベルト回転させて変身したの震えたわ。変身しなくても普通に戦える勇壮族好き。勇壮は生身アクション多くてよかったなぁ。戦隊が変身前動きやすいのって、変身アイテムが武器だったりブレスレットだったりが多くて、流れで変身しやすいからっていうのもありそう。ルパパとのノエルの人も生身アクションすごかったな。あの兄ちゃんスのフィジカルが佐野岳並みだからな。なんか鬼ごっこみたいなことやってる番組で、二人揃ってヤバい動きしてたのは見ててめっちゃたぎった。まかり間違って。業者みたいな人がスーパー戦隊に起用されたらどうしようというが、もしかしたら業者ご本人が豪快レッドやってた可能性だってあったんだぞ。アイドルで歌って踊ってるってことはアクションもいけるね。
バックマンに出られなかった鬱憤を晴らすために、予定になかった生身アクションを自ら要求してダムでトランポリンするガイム、一歩間違えれば人生クランクアップ。レイジェネでエイムズコンビが序盤生身戦闘してたのは、変身解除した後にエネルギーが、とか言ってたから、よっぽど変身に用いる何かしらの資源が節約しないとやばいんだろうなと思った。戦闘シーン自体が基本的にストーリー進まないし、さらに生身アクション中は敵に勝てないのが確定するから、すごく邪魔に思えてくる。まあ漫画見たくテンポよくストーリー進めようとしたら、尺が余ったり制作が追いつかなかったりするのかもしれんが。